急げ。マジでただの観光客。姫路城あと数分で閉まっちゃう。あ、自撮り棒がダメなのね。撮影 OK だよね。 OK OK OK。 はーい、なんとかギリギリ間に合った。トイレ行こう。うん、でもすげえすげえ。いや綺麗だわこれは。で魚おらんかなって見たくなっちゃうんだよね。昔の人はよう作ったな、こんなもん。入れたね。もうゆっくり行こう。じっくり見よう。何回あるんこれ。6回もあるん。今一番は地下、地下位置。地面ってこと。地下ってことでしょ。早い。流しって書いてある。違うでしょ。すごくね、もう扉絶対開けるだもん。あ、どっちもなんだ。うわ、昔の階段だわ、これは。え、この防犯カメラって当時からあったんかな。すげえ、こんなところにいたんだな。すごいな。プラス絶滅危惧種。マジで怒られるよ。順路、上だね。
これ急すぎるでしょ、これ。はい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 、殿殿拙者なんとかでござる。お腹がすいたでござる拙者。経験する休憩。安全のためにも立ち止まらずゆっくり進みください。あの正面あれ姫路駅だろ。あんな綺麗な橋があるのに、あそこ黄色の中、あそこあの広場の奥。あ、本当だね。交差点の近くに。なんかうちらが来てとこもそうじゃなかった？一箇所だけ古風な橋があったっけ。赤い犬散歩してるおばあちゃんが来てた。おばさんか。あれもなんか古そうだね、向こうのあれ、うん、あの橋。もう社長子だ、有名だよね。すごいな。社長子を前から見ることってなくない？正面から。すごい貴重な体験が。浮きかけだ。撮ってくれる？はい。それで？いいか。全部。反射で全然映らん。十億聞く門鬼瓦。いや当時の門って言いたいんでしょ。来たら客がどうするの？見張れらんや。セーブカーだけあれかな、最後の客上上がりましたみたいな。そのテップもあるわ。あ、このスリッパあれしたとこね。もうじゃないでやって。城のサイズにしては家がでかいけど、
ちゃちっちゃいよ。一個一個さ、一軒一軒敷地が広くない？広すぎる。一軒家がね、いっぱいでっけえ、マジで。でもすごいよね、土地が有り余ってると言っても過言ではないね。これが昭和の社長か。なんか違うな、やっぱ平成なんかちょっとチャッチくなった気がする。ごめん、そんなこと言っちゃって。やっぱ明治が一番凝ってるわ。